皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギブビブの時間がありました。今日はですね、6月の8日ですね。梅雨真っ盛りの中、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。我々はですね、実は今日ですね、関東と福岡でそれぞれ収録をしておりまして、多少ちょっと沖縄に近い気候になってきている真っ盛りであるんですけども、今日はですね、なんと、前回ですね、3月にお越しいただいた、社会保険労務士、篠原さん。介護専門社会保険労務士ということで、前回ご紹介させていただいたんですけども、今回でなんとですね、セミナーをやることになったんですよ。6月の21日。まあ、そのアピールも兼ねて今日、実は、そのセミナーについてお互いの思うところを、ちょっとざくばらに話す、番組にしたいと思いますので、視聴者の方、または動画をご覧になられる方、お付き合いの方いただけると思います。じゃあまた、篠原さん、篠ちゃん、簡単な自己紹介を簡単にまたお願いします。はい。私は介護に特化した社会保険労務士の篠原と申します。今、福岡市で開業させていただいております。で、今回ですね、伊藤直哉さんとかね、他のメンバーも合わせてですけども、こういうセミナーの機会を持たせていただいて、非常に勉強になっていると同時に、また励みに、次の、ね、ステップの励みにもしていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。チパ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 チっていうのが多分流れてると思います。私の制作技術が上手ければ。っていう勝手に自分でハードル上げちゃいましたけれども。はい、そうですね。このね、やっぱセミナーをやろうとしたきっかけって、実はですね、すごく単純な理由で、私、野球好きなんですよ。もう十分ご存知だと思うんですけど、たまたまそのソフトバンクのスケジュール見ていたときに、ちょっと交流戦に被るか被らないかときに、なんかロッテって字があったんですね。あ、ロッテって完全試合の佐々木朗希が、投げるのかなと。で、ローテーション見たら、なんか土曜に彼は投げてたんですよ。なので、ひょっとしたら、佐々木朗希を福岡ドームに見えるんじゃないかと。いう、すごくそっからの発想でしのちゃんにお声かけさせていただいて、まあ、いつがいいですかってなった時に、あ、そうそう、翌日、はい、ソフトバンク対ロッテがやる日の前日にやるといいのかなっていう、そういったところが、実は最初の起点でして、まあ、それはちょっとさておき、まあ、本体の目的はですね、このしのちゃんと私が、獅子塾と呼ばれるビジネススクールで、まあ、こういった、ジョイントベンチャーでセミナーをたくさんやりなさいという指導が、まあ、ありまして、その一環で、まあ、お互いのこう持っている、その、社会保険労務士のエッセンスだったり、あと私が持っている会計税理士のエッセンス、まあ、社外 CF ですけど、を融合させると、まあ、ちょっと面白いんじゃないかと。まあ、要は、全然、内容も違うので、セミナーとして組みやすいというところがあったので、まあ最初はちょっと、ね、そういった、ね、野球の話からつなげちゃいましたけど、まあ本当の目的は、まあそういった獅子塾と呼ばれるところで、まあセミナーを、どん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 開催して、まあ経験値を高めていこうというのが、まあもともとのきっかけになってたんですけども、それがですね、ところがどっかい、なんと他のメンバーも集まりまして、私はポロッととある方に話をしたら、あ、私もちょっと興味ありますと。いう方が何人か出てきまして、合計4人、プラス事務局2人。で、我々なんで考えているかっていうと、1回だけで終わせると思ってなくてですね、2回、3回、できれば継続して、でその事務局の方も次はやってもらう。我々、しのちゃんと私は、まあ、いわゆる、主役に今回なるんですけども、今度は裏方になるとか、そういう形で、まあ、皆がこう、経験していけるような。なっていいなーなんて思ってまして、うん、まあそういう形でね、こう皆さんの得意分野をまず話すことで、こう、まあ日常上げていくのもそうですし、まあ、あと参加者とのつながりですかね。うん、そういうところをやっぱりこう、やっていきたいなと思うんですけども、っていう、まあ前置きさておき、ちょっといい画面共有しますので、じゃあ簡単にお互いの話す内容を軽くね、紹介しましょうか。ちょっとお待ちくださいね。画面共有しますね。はい。少々お待ちください。これで立ち上げますね。よいしょ、来ました、来ました。はい、今画面共有できているかと思うんですけども、はい、タイトルがですね、こういうタイトルですね。社長、介護しなきゃいけないという会社やめなきゃいけなくなっちゃったんですけど、っていうのが突然、ベテランの女性社員から言われたときに、経営者が、泡食いますよね。で、ベテランですよ、ベテラン。もう社長の片腕、もう両腕、
で、国民生活が突然、ちょっと相談がありますと。あれ、相談がありますって、そういうケースなんですけど、私も、まあ、介護じゃないですけど、まあ、いろいろ経験してるんですけど、相談があります、イコール。まあ、っていう話なんですよね。それ突然来るんですがね。そうですね。ねえ、で、今回そう、介護ということで、やっぱりこう、うなり悩んで、で結果、多分、お申し出されたんだと思うんですけども、じゃあそれを、介護の中抱えている問題を、どうやって乗り切っていくのかっていうのを、専門家のものからですね、我々二人、ないしは他の二人含めて、四人でね、今回、経営者の方が少しでも、気持ちが楽になるような、お話ができたらなというので、企画したものになります。はい。じゃあ、ちょっとしのちゃんのところをね、はい、ちょっと簡単にお話をいただけると嬉しく思います。はい、これ、裏面に出した方がいいかな？あ、はい。じゃあ、ここですね。はい。はい。はい、まあ、見ての通りですけども、私も今、伊藤さんがですね、お話をいただいたように、その、社長を介護しなきゃいけないので、会社辞めますと、これ、ちょっとすごいショッキングなタイトルから始まってるな、ということで、まあ、これは本当正直言って私もね、びっくりしたんですよ。もう本当、誰がこれ考えたんだろうなと思うぐらい。で、本当にそうなんですよ。で、それでまあね、私、まあ、トップバッターをちょっとね、仰せつかって、まあ、させていただくんですけども、はい、いや、ちょっとドキドキなんですけど、まあ、私もね、介護の方のまあ経験もちょっとさせてもらってるので、まあ、何かね、そこを通じて話ができたらなということで、やっぱこれからこういう問題もね、やっぱ起こってくる可能性も十分だし、そうですね、やっぱり、うん。で、これ、よくね、介護ということだから、まあ、介護支援ということよりかは、はっきり言って、もう離職だから、もう業務問題に関わってくるんですよね。で、そういうことで、先ほど、まあ、伊藤さんもちょっとお話あったようにね、ベテランの女性の方が辞められるとなると、これ、えらいこっちゃーとこうなるわけですよ、うん。特にやっぱもう想像するには、経理とかも財務とかね、そういう、重職になっているような方じゃないかなと、やっぱ想像的にするんですけどね。だからそういう方が辞めようということをやっぱ思ったときに、社長はどんなふうな思いなのかな。また、社員さんもやっぱ言うのにね、勇気がいると思うんですけどね。やっぱその辺のところを踏まえながら、じゃあ、やっぱ離職っていうのはちょっと大変なことなので、そこをなんとか仕事と介護の両立がね、できるような体制をね、持っていけないかなと。これ一つの、まあ、捉え方によると、マイナスの面が大きいように見受けられるんですけども、これ、また別の観点から見ると、会社のですね、職場の環境改善とか、そういったことにもつながっていくことなので、うん、これはプラスに物事を捉えていくことで、今後にですね、会社の発展とか、また、社員の方の、まあ、採用とか、そういったことにも結びつくことになると思いますので、まあ、私がこういうことでちょっと両立の体制のコツをお話をさせていただいて、次に、まあ、馬場さん、それから伊藤さん、それから内野さんという形でバトンタッチをしながらですね、財務の話、それから、まあ、DX とかね、そういうことにつながっていければいいなということで、ちょっとトップバッターとしてお話をさせていただきます。なんと素晴らしい。まさしくそうですね、労務的なところがね、やっぱり一番の課題。はい、そうですね。はい、で、労務ってことは結局人をまあ採用しなきゃいけない。また人を維持しなきゃいけないってところで、それって最初にやっぱりお金に絡むんですよね。そうです。そうです。そう。そうなった時に、じゃあその会社、まあ介護だとまあ介護事業者様が、じゃあその資金繰りが果たして潤沢なのかどうかってところはとても大事かと思ってまして、じゃあそういった潤沢になるために、まあ場合には銀行からお金を借りたりとか、そういう必要があるかと思うんですけど、そういうつながりで次のこの馬場さんという方がですね、はい、なんとこの銀行員として、はい、ちょっとね、具体的に銀行名は出せませんけども、28年間ですよ。すごいですね。おそらく大卒からだと思うんですけど、安寧でバレちゃいますかね。はい、ですごくね、落ち着きのある、ね、方で、うん、この写真だけ見ると、この明治の中ね、文豪みたいなね、文章を書けてるようなイメージのね、馬場さんごめんなね。そうですね。2000社っていうのはすごいですね。あ、そんなちょっともう後されます。なってるんだっていう、ちょっと私も初めて知りまして、やっぱ馬場さんっていうのは、私の財務セミナーの仲間なんですけど、はい、まあ、結構こう、落ち着きのある話し方ですごくね、熊本の方で素朴なね、なぜか日本酒がすごくお好きだっていうね。ああ、そうなんですね。確か九州の方って焼酎なのかなと思いきや、そうです、熊本は日本酒なんですかねっていうふうに話があるんですけど、はい、まあ、そのね、プロフィールはさておき、資金調達の支援実施ということで、はい、いや、もうプロやなと思って。で、やっぱり介護事業者様って、やっぱり労働集約型産業で収益のもう7割ぐらいが人件費になりますから、はいはい、そうです、はい、その人件費を確保するのは、どうやったら資金を円滑に。
し、調達できるかっていうところを、この経営者の、不安を解消するお話が、そのしのちゃんの次にされると。で、その次に実は私、すみません、私でございまして、まあ私のプロフィールはまあこんな形で、まあ馬場さんほど経験はまあ3年短いですけど、私はもう財務経営の、はい、一応25年間。21世紀ですか、すごいね。まして、はい。あとまあ、農業もね、やってまして、その再生も自分でやってますので、そういった形で、まあ、立て直しですかね、簡単に言えば。まあ、企業の立て直し、自社の立て直し、うん、そういうところで、じゃあ、お金を得る、資金調達を得るために、じゃあ、何しなきゃいけないかというと、大体銀行からですね、計画書ってあるんですかと。大体言われるんですね。で、じゃあ、計画書、っていう方がやっぱ多い中で、じゃあ、去年の、まあ、ざっくり 1.1 倍とか、1.2 倍作っても、銀行の方も、その根拠って何ですのってこう言うんですよね。その時やっぱ泡食っちゃうんですね。はい。うん。で、あとそういった計画って大体コンサルの人が、まあ私もなんですけど、はい、大体作っちゃうんですよ。そうそう、社長は作ってない。コンサル作ってる。社長は説明できないんですね。うん。それだとやっぱ銀行に見抜いちゃうので、まあ我々が言うのはやっぱり社長ご自身が何したいのかっていうところ。うん、まあよく言う表のゴール、裏のゴールって言い方するんですけども、3年後一体どうしたいのと。じゃあ、社員を辞めさせないために何したいのかだったりとか、はいはい、あとはまあ、場合によっては、その、まあ、介護事業所だったのであれば、まあ、もう一つ、こう、視点を潰すとか、はい、うん、いう、まあ、いろんな、こう、やりたいことがあると思うんですけども、まあ、今回ね、そう、介護で辞めてしまう方がいるということで、その方が辞めさせないために何かしたいかというのが、まあ、目的とすれば、それに向けて、何かこう、どうにしなきゃいけないのってたくさんあると思ってまして、はい、その流れの中で、そう、業務を効率化するために、まあ、最近流行りの DX を使うことで、10やってる業務が5の業務です。で、人がそのままでいいと。はい。うん。いう形でいけば、何もこう、介護で辞める必要もないのかなと思ってまして、それをこう、まあ私の最後のね、4番バッターですね。最後の、まあ、抑えのリリーフということで、はい。我々の大魔神こと。大魔神もあれかな、時代に知らない人知らない人いると思うので、まあ、ソフトバンクで言うとね、オスナですかね。はい、そんな感じですかね。まあ、会として、まあ、女性ですけど、まあ、牛田さんという方に、お話をしていただこうかと。はい、で、彼女はね、DX の支援がすごくお得意なので、そういったところで、しっかりとこうアドバイスできるかなという、はい、この4人の力技が今回、集約したセミナーなんですけど、2人ほどね、裏方で、フォローする者がおりますので、名前はちょっと控えさせてもらいますけども、まあ、どちらかというとこう、その一人のうち、一人はあれですよ。実際に介護経験してきたものなので、介護でやっぱ辛い経験をされてて、今落ち着かれてはいるんですけども、そういったご自身の経験っていうのが、このセミナーの中でのエッセンスとして、まあ、アドバイスいただいたりとかね、うん、いう形でやってるので、まあ、そういった、すごい、強力なメンバーで、今回はやらせていただくという形で、まあ、何が言いたいかというと、ぜひともね、皆さん、この金曜日ですけど、まあ、もし、お時間、よろしければ、ズームで、まあ、近い方は、できればね、リアルで、会場に来てお越しいただきたいなと思うんですけども、ね、はい、で、もし、リアルで来られた方に関しては、まあ、ここに、まあ、交流会って書いておりますので、個別相談会ですかね。はい。これは、博多会場だけの特典にはなるんですけども、実際にこの講師陣との交流もさておき、この参加者同士のね、まあ、経営者と経営者同士の交流っていうとても大事かと思いますので、うん、そうですね。はい。うん、まあ、そういうところで、こういった、ね、場を使ってやっていただきたいなというふうに思っております。はい、で、場所はなんと、博多駅がすごく近くてですね。近いですね。本当に近いですね。ああ、ですよね。はい、もう、つくし口でしたっけ。はい、はい、ここからもう、はい、そうです。はい、数分でね、すぐという、すごくいい立地でさせていただくので、はい、はい、アクセスもね、すごくいいですし、はい、いいと思います。はい。はい、もし、遠方で、やっぱりちょっと興味があって行きたいとなっても、福岡空港と博多駅、すごい近いんですよね。あ、もうその時に近いです。はい。もう地下鉄で繋がって。ね、ですよね。飛行機で来て、はい、地下鉄で2駅でしたっけ。はい。そうぐらいで、はい。もう本当にアクセスのいいところです。はい、ですよね、はい。はい。なので、まあ、博多観光土日、する前にちょっとね、この介護の問題について、ちょっと、ふと思って、どうやって解決したらいいのかというのを、少し、こう、お勉強いただけるといいのかなと。はい、本当そうですね。はい。はい、今回、あれなんですよね。さらにですね、なんと驚く中で、これちょっと画面共有して、下にさせていただきますけど、この参加者特典。あ、そうです、そうです。ですね、それはちょっとお伝えして。すごい充実してるんですよ。あなたの人たち見てびっくりしたんですけども、はい、なんとですね、
もう月額にしたら50万ぐらい本来だったら払わなきゃいけないものが、実は一月限定になるんですよ。ただなんですよ。これってなかなかないですよね。なかなかないと思います。はい。まあ、口座を受けるのに、ズームの方に1000円、リアルの方3000円払うっていうオチはあるんですけども、はい、実はその参加してアンケートに答えれば、はい、まあ、当日のレジュメだけじゃなくて、はい、この4つの視点からの、これそれぞれ講師なんですけど、はい、しゅんさんだとこのケアマネー選びの3つのポイント。はい、3つのポイント、はい。まあ、今日ね、話せないと思うんですけど、これとても大事なんですよね。はい。はい、ちょっと現場の観点からちょっと私、体験したと。前とちょっと、レポート作らせていただきましたので。まあ、何かのお役に立てればなと思ってます。そうですね。しのちゃんご自身がね、やっぱケアマネージャーで現場で働いてたって経験があるので、はい、そこで、まあ、いい思い、まあ、逆な思いもあったかと思うんですけど、はい、まあ、そういうのはこの3つに、すべてポイントが縛られているという、この3つです、3つ。人間3つだと覚えやすいですね。これが17個だとね、忘れちゃうんですよ。私もそこまで持ってきてるんですね。はい、あ。これはちょっと私も楽しみですね。これからちょっと介護を迎える可能性もあるので、ちょっとドキドキしたから聞きます。はい。で、二つ目が、これ、馬場さんって方ですね。はい。資金繰り表のフォーマット。あ、これもいいですね。元銀行の方が、まあ、きっと銀行の審査に通るためのフォーマットがあると思うんですよ。きっと。これはちょっと、ね、うん。お願いしかな、また。いいね。で、プラス60分間無料相談、はい。はい。で、ここに米印がついてて、なんと、資金繰り表を含む投資の判断。はい、資金調達と財務全般して、はい、投資の判断。この投資の判断って、いわゆる金融商品とかそういったものじゃないと思うんですね。はい。外国事業者だと、じゃあ、出店して、はい、じゃあ、その後どうやってこう、やっていくのかっていうところだと思うんですけど、ポイントを、ううこと、うん、を多分お話しいただけたらいいかな。はい。はい。はい。お願いします。で、続けて、この私ですね。これもまたすごいな。決算診断書、提案書って、これよくありきたりなものだったんですけど、実はですね、点数がつくんですね。ああ、点数がつくんですね。すごい。スコアリングとまた別のものがありまして、そこに、はい、まあちょっと3期分の決算書をいただかな、おうかと思うんですけど、それを入れることで、点数が出ることで、じゃあ、来期何点になるために、どこをこう、すりよくしなきゃいけないかっていうのが出てくるものがあります。はいはい、わあ、すごいですね。豪華やな。そうなんです、そうなんです。それ私のコンサートで一緒に使ってるものなんですけど、なので、それに比例して、それをまあせっかく作るので、じゃあ、財務コンサルをちょっと一月、これはちょっと、もう、出血大サービス。あ、いや、本当に大丈夫なんですか ?1 ヶ月、本当に大丈夫。1ヶ月限定なんだです。ああ。はい。1ヶ月なんです。2ヶ月なんてちょっと苦いですけど、ああ。まあ、作ったからには解説しなきゃいけないので、その解説するのに、はいはい、まあ、実は大体60分なんですけど、ちょっと馬場さんと一緒に時間なので、はい、まあ、足並み合い一緒なんですけど、で、馬場さん資金繰り。で、私たちからすると事業計画的だと。あ、いや、いいですね。どこに持っていくのか。お二人合わせたらすごい強力な、ねえ、点だと思います、これは。ああ、うまいですね。ねえ、いやいや、本当に、被ってないしね、両方あって、お互いにね、これ。そうなんですよね。うん、補填し合えるからすごいなと思って。で、最後ですね、いわゆる我々のオスナーですね。はい、オスナ。これも出てる、まあ、うちの大家さんって方なんですけど、すみません、うちの方って、オスナって言っちゃって、彼女、オスナ知らないと思いますけど。知らないと思いますけど。このね、社内の DX の進捗チェックシート。ああ、これもね、また、DX はこれからね、本当、必要だなと思うし。で、彼女よく言うね、今ね、やっぱファックスでやり取りしてるところがあるっていう、それ自体がやっぱりすごく業務が、こう、短縮するところがたくさんあるんじゃないかっていう、ね。はい、ね、そうですね。これからちょっとその辺も、はい、うん、やっぱり、はい、人もね、人口の減少という、そういう事態もあるから、やっぱりそこをどうやってしのいでいくか、やっぱ大事なことだなって。そうなんですよね。はい。はい。あと、場合によってのは、チャット GPT みたいなもので、はい、こう、なんか調べ物を別にさせてしまうことで、はい、もう自分が調べなくてもね、はい、そういうような形でのね、こう、業務をこうどうやってコントロールしていくのかとかね、はい、そういったのもね、学べると思いますし、あと、なんか、初回のお試し亀打ち。うん、亀打ち。ここはまた、すごくなんかね、面白いなと思ってて。うん、そうですね。多分きっとこう、話聞いてほしいっていう経営者って多いと思うんですよね。多いと思います。はい。やっぱ従業員には言えない。ましては家族にも言えない。はい。第三者だったらこう言えるんじゃないですか。そうですね。そこでしょうね。うん。いうところで、で、今回ね、60分が、はい、まあ多分彼女いくらか取るんだと思うんですけども、はい。なんとね、もう無料と。無料で。もう出血大サービスみたいな。いやーね、ほんと今回ね、はい、すごいですね。なので。すごいなと思う。いやー、一つ一つが結構ね、相当なね、こう、はい、金額に、ね、なるんじゃないかと思うんですけど。なると思いますね。はい、これがね、全部、はい、まあ、無料という。これからの時代に本当に必要な
あっても、もうね、十分お役に立てるようなものじゃないかなと思います。そうなんですよ。だとこの4つ集めるだけでも50万は多分すると思うんですよ、正直。それぐらいはなるでしょうね。まあ、それがね、今回ね、あの講座受けるだけでちょっと金額をもう一回言いますよ、はい、あのリアルは3000円、はい、で会場は2000円、はい、あーズームは2000円と。あ、ズームですね、はい、でズームの方はいわば交通費かかりませんから、はい、まあ自宅内社職場で、まあ電気代はかかるってオチはね、ありますけど、まあそれはまあビビたるもんなので、この2000円で50万の価値が出ない。いやー、これはこれはこれはすごいやっぱりお得じゃないかなと私も思います。はい、まあテーマもすごく興味深いテーマもありますし、うん、テーマ以上に今回はね、はい、多分ね、この参加者特典ってすごく手厚い、はい、お得じゃないかなって自分も思いました。改めてね、はい、思いましたね。こう主催者側ながらね、こう改めて、うん、改めて思いましたね。タイトルがちょっとショッキングだったから、ええと思いながら、やっぱまたこういう特典までも、でね、あのなんかショッキングなのはすごいなという感じで、私も思ってたんです。そうですね、このタイトルはね、ひょっとしたらこれね、あの YouTube で、まあ、動画流すんで、ひょっとしたら繋がっている方は見ると、はい、あれどっかでなんかこれ使ったことあるんじゃないかって言われちゃうのもあるんですけど、すいませんね、ちょっとその方、あのここでお詫びします。あの時も多分結構インパクトがあるテーマだったと思うんですけど、はい、ちょっとそれを少しあの参考にさせてもらいました。あの、漏れてはないです。参考に。まあ、漏れたって言われたら、あの、謝ります。でね、まあ、今回セミナーね、まあ、ジョイントっていうのがまた面白いかなと思って、ね。そうですね。ここもひょっとしたら、あれって言われたら、それあの参考にしたっていう。嬉しいなと、嬉しいなと思うんですけども。まあ、でその方もね、我々の仲間なんですよね。あの、ビジネススクールという、その支持力の中での、はい、2000人ぐらいいらっしゃる中での、はい、まあ、その、まあ、私の同期もなんですけど、はい、はい。確か、しのちゃんもその方と、あれですよね。はい、あの、はい、面識はございます。あるし、確か、獅子塾というその中でも、その木の中でも、とっても優秀な方が表彰されるかと思うんですけど、はいはい、その、とっても優秀な、まあ、MVP と呼ばれる方なんですけど、はい、の方が集まる会もあって、そこでもあれですもんね。はい。すごくね、こう、お互い切磋琢磨されてる。やっぱり、はい、切磋琢磨して、皆さん、はい、やっておられますね。はい。私は MVP じゃないんですけど、いやいや、ね、しのちゃんとその方を、ね、MVP で、もう、皆さんのね、やっぱりこう、模範となるね、あの、行動、活動力。なので、やっぱり見習わなきゃいけないな、って、こう。はい。でも、サブちゃんね、もう本当、実践対象でもう、ああ、実践対象が違うからね。あの、いや別にお互いに褒め合うわけじゃないんだけど、ちょっと、あの、行動力がね、半端じゃないからね、ちょっとそれは私も本当に頭が下がります。本当に。みんな多分そうだと思ってます。私実は実践対象を取らせていただきまして、はい、はい。でもその時の方は実践対象の候補になってたと思うんですけど、たまたま私がこう、うん、あったっていうだけだった。やっぱ、それだけの行動力がね、やっぱ、効いてると思いますね、本当に。うん、それは誰もがもう認めてるとこだと思ってるので。やっぱり、ね、こう、ね、動いていくことで何かこうね、きっかけが。で、ね、うん、で私自身は実はあの九州の人間ではないので、今回実はその九州の、はい、本当ですね。おいでっていうね、ところもありますので。はい、わざわざちょっとね、おいでいただく、遠方からおいでいただくんですけど。私ね、毎年2回博多に行くんですね、6月に。ああ、本当ですね。まあ、クライアントもいるので、うん、うん、まあ、ですけども、まあ、結構ね、博多ね、好きで。はい。いや、まあ、もうなんか、はい、うん、博多の人みたいな感じがしますよね。本当にね。そう。確かね、九州にね、縁があって、宮崎とか、あと奄美大島にもクライアントがいたりとか、はい、あと、そもそもラジオ番組はギノワンっていうね。あ、そうですね。いや、なぜか沖縄のね、おぉ、どこが名前がついてるんだって、私もびっくりしたぐらいでした。ね、はい、はい。実はギノワンの話は一切してないっていうね。たまにはしないと多分打ち切られちゃうんじゃないかっていうね、うちもあるんですけど。はい。まあ、いつかはね、しなきゃいけないなっていうふうに思いながら、はい、はい、います。はい。そうですね。まあ、実はね、そんなこんな話をしてたらですね、はい、多分前回もそうだと思うんですけど、もう、時間が来ちゃったんですよ。早いですね。30分、まあ、世界20分なんですけど、早いっすね。私も、いや、ちょっと気がついたら、あっていう感じでしたね。そうなんですよね。今日ね、ちょっとセミナーの話をね、中心に、セミナーの話から博多の話が盛り上がっちゃいましたけども、そうですね。
ぜひともね、いい、こうね、話が聞けるかと思いますので、はいはい、まあ、経営者の方、または管理者の方ですかね、はい、ぜひともね、このセミナーね、受けていただいて、はい、介護に対して一つね、いいきっかけ、考えるきっかけを、作ってもらえたら嬉しいなという形で、そうですね、はい、まあ、今回ちょっと番宣っぽい、大きい、ありましたけど、はい、はい。リアルとね、まだズームでね、両方でね、知っていただきますので、また、よかったらね、はい、聞いていただけたらなと思ってます。はい、はい、そうですね。ぜひともね、皆さん、ぜひともご参加の方いただければというふうに思います。ご参加お待ちしております。お参加お待ちします。今日お越しいただきありがとうございました。しおちゃん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、じゃあ、番組はここで終わらせていただきます。失礼します。失礼します。はい。